クリミア縦章は、ナチスドイツの袖用縦章である。その授与数は発行された、縦章の中でも、最多の約25万個となっていた。独ソ戦勃発後、ドイツ国防軍陸軍南方軍集団は1941年秋から1942年夏に、かけ、クリミア半島占領をめぐって、ソビエト赤軍との激しい戦闘を繰り返していた。 1942年7月4日、セバストポリ包囲戦をもって、半島占領に成功したドイツ軍を称えるため、アドルフ・ヒトラーは、勝利に多大な貢献をした、エーリヒ・ホンマンシュタイン陸軍元帥率いる、第11軍の将兵全員を対象に盾章を贈呈することにした。そこで制定されたのが、このクリミア盾章である。縦章上部に、 国家は首相が配置され、右翼の下部にクリミア争奪戦が勃発した都市である1941が左翼の下部に集結した都市である1942の数字が刻まれている。背景にはクリミア半島が描かれており、クリミアのドイツ語表記であるクリムが書かれている。受賞には以下の戦闘のうち一つ以上に参戦していることが求められた。それ以外に、 にも授与された。ドイツ軍人のみならず、ルーマニア軍人も授与対象とされた。クリミアタテ賞を廃用するマンシュタイン。奥は、ハンス・シュパイデル。クリミアタテ賞は、軍服の左袖に裏布と共に縫い付けられたが、美しさを求め、タテショーのみをピンで直接左袖に留めて廃用する者も,もいた。タテの裏布は所属組織によって色が異なっていた。 ありがとうございます。